リッパーブレード、もしかしたら強い。てか、プラズマカッターなんですか。ちょっと待って、ここから早い早い。展開早い。よし、これ強い、やっぱり。ほらほらほら。やばくない？やばいやばい。あ、ついにリッパーブレード覚醒。メインフレーム回路は、メインフレーム回路は非常にデリケートです。離れてください。やるじゃん。これでいいのか。何これ、どうすんの。待て壊すのかな。壊したら出てきた。ギャリ。ちょっとやめろ。これ無視するな。無視して攻撃するのやめてくれ。死んでしまう。よしよし、いい感じか。あ、大丈夫かな。犬がちょっとだけ吠えてる。騒ぎすぎたか。よっ、あ、壊れた。あれ、んどうなってんだ。壊して大丈夫だったのか。え、どうすんだろう。あ、もう一本残ってたわ。よいしょ。待って、ライフパックもうない。マジか。オフライン。あ、よかった、ホログラムが死んだぞ。され、はい、やった。はい、悪意。はい、ただの悪意。制作者のただの悪意。あ、エリー手動で再調整する必要がある。ストロスはどうだ。自分の目で見てみたら、息ができないって言ってる。パニックってますね。なぜここでいつも通信が切れるのかが僕にはよくわからない。あ、出た。うわ、ちょっと待って、こいつ前作にもいたぞ。バラバラになってくるやつ。あ、ちょっと強いかも。もしかしたら一発のところを、あ、じゃなくて二発のところを一発で倒せてるのかもしれない。あれ、なんか今いなかった。やめて、いっぱい出てくんのやめて。どっから湧いてんの。もういいんだけど、出なくて。よっ、頼む、ライフパックをくれ。あれ、これなんかやばいか。おー、危ない。あ、何、はいはいはい。あれ、燃えて一発で壊れてくれてもいいのにな。強いのか弱いのかわからない、まだ。プラズマカッターの、ここなんかいる、なんかいる、なんかいる。ちょっとパルスライフル無駄遣いしてる気がしなくもなかった。うん、ちょっと待て、それは待った方がいい。こいつが一緒にやればよかった。やめて、もうやめて。わあ、すごい撃っちゃったな。しかももう一個あったし、気づかなんだ。
うわ、やば、飛ばしてる。よしよしよし、いいぞ、悪くない。ストアとかあるかな。あ、パワーノードで開けるとこある。開けよう。その前に、その前に、あ、その前、あ、待って待って、しむ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 、頼む、踏ん張ってくれアイザック。お、なんだ、え、やばい、こんなことできたの。しかも生きてる、生きてるじゃん、まだ。ちょ、アイザックさん生きてるよ。あんな大技チックなことしといて、頼む、ライフパックを俺に。やばい、ステイシスパックしか見当たらない。敵ストロークだ。ハワード・フィリップスの、あ、なんかちょっとやばいぞ、このハワード・フィリップス。ちょっとなんか頭おかしくなってくる、なってる。てか、アイザックさんが死にかけてくる、死にかけてる。あー、気分が悪くなってきた、ベッドに横になると、はい、ハワード・フィリップスは言っています。あ、回路図、何のだ、コンタクトビーム、なんか強そうな名前。中型ヘルスパックがある、飲んでしまおう。ていうか、あれなんだっけ、ストアないとちょっと困るな。とりあえずセーブ、とりあえずセーブしてストアを探したい。とりあえずハッキングだ。あ、どこ、ここ、よいしょ。落ち着いてね、プレイすればゲームオーバーなんかに一回もならずに進むんだ。よいしょ。あ、操作ポット、はーい。これ出てくるとこないでしょ、とか言って、こっからボンって出てきたら、うーわー、ニコール、すべてを胸の内に閉じ込め、苦痛を消して顔に出そうともせずに、抱える、あなたの抱える闇は誰にも理解されないのに。うわ、目が痛いよニコール。なんだろう、これを操作するのか、何がどうなるんだ。あ、いやいや、俺が動いてる、なんか外のものが動くのかと思った。これか、これを直すのか。なんかいっぱい未配置なのがあるな。あ、ここになんか地図みたいなのがある。これとこれを直すのかな。あれ、どうなんだろう。目標追加、ちょっと待、ちょっと待、ちょっと待ってね、ちょっと一回閉じてくれる、これ説明を読もう。太陽パネルを配置しろ。2個、太陽鏡は長年メンテナンスされず放置されたままのようだ。手動で配置させてやらなければならない。過呼吸を起こしたので止めたところだけど、いつまでもつかは分からないわ。ストロースが死んだらマーカーを壊すチャンスもなくなる。なんとか無事に集光パネルまでたどり着いてくれ。よし、分かった、2つ直せばいいんだね、ズレを。え、うっそ、すっげえ幻想的なとこに来たな。これは大丈夫なんでしょ。どれがダメなんだ、これか、キネシスだよね。キネシスでこんなの動かせるの、なわけないよね。でも手動でって言ってたから、うーん、どこをさまよってるんだろう。とりあえずここで酸素が吸えるらしい、吸おう、吸って、どうやって吸うのこれ。 逆なんだけど、なんかよっ、あ、吸えた。これどこ行くんだ本当に。あ、なんかシュイーン、なんかあるぞ、赤いものが。あれ違うのか、え、どうなってる。あ、これか、
あったあった。あ、やっぱキネスで動かすんだ。どこに、あ、これか。このパネルに合わせるのか。キネシスの力すげえ。よし、おお、まぶしい。一つ目だ。ちょっと待って、こんなんだ。あれ、やばくない？なんかあれ、嫌な予感がする。集光パネルが何か起こってる。奴らが大量に群がってる。なんてこと、分裂した。おい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 、なんかエリーがやばいことになってる。ちょっとエリーには死んでほしくない。実はちょっと可愛いって思ってるから。うん、いた。ええ、なんか飛ばされた。やっぱあいつか、あのでかいやつか。はぁ、あ、エリーのこと褒めた途端これだよ。ここから、なんてこった。ちょっと早送りするかも。もう、とりあえず2つねやるってことですね。カットしてもいいんだけど、まあ早送りこれ今ちょっと残る。よっ、とりあえず1つ目に向かうんだ。よしよしよし、何かが集合パネルを覆ってるっていうさっきの会話ですね。おお、なんか出してきた。やばいやばい。ほら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 、なんか出してきてる。よく気づいた。ちょっと待って、ちょっと待って、ストップ。待つんだ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 。うわー、やっちゃった。カット。あれどうしようかな。あれ、もうこの通信は聞き飽きたんでいいんですけど。お、ヘルスパック、よかった。ジャンプ、どうしよう。あれ、あそこに行くためにはあれをなんとかしなきゃいけないような気がするんだけど。出した、出してきた。あ、待って、あいつ弱点みたいなのある。ちょっとたま、ちょっと待ってくれ。間違えた、間違えたんだって。間違えた。これなんか弱点みたいなのがあるぞ。うわ、壊せるんだあれ。あれ無視して大丈夫？大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。変化球だ。変化球を投げてくる。壊れた？壊れろ、壊れてくれ。あ、壊れたかな。あ、お、破壊したっぽい。ちょっと待って、俺息大丈夫？弾ないのかこれ。死んだか。あ、死んだっぽい。よかった、ついに打開した。よいしょ。死ぬ死ぬ死ぬ。よし、進めるぞ。これもまた飲むしかないな。なんかあったら困る。あれ欲しい。うわ、ジャンプ。お金か。こいつ何も落とさなかったのかな。何も落としてないな。弾の無駄遣い。というか音が静かすぎて、まあ無重力だから当たり、飛んでいっちゃう。跳ねていく跳ねていく。よし、酸素って言いそうになった。酸素を供給して次の太陽光パネルをグッてやって、任務完了だ。あれ、どこだ。あれ、うん、違うよね違うよね。
どこに光が、ここか、あれなんでこんなとこで苦戦しなきゃなんないんだ、あれ当たってない、あれあれ、あ、当たった当たった、任務完了、お、眩しいんだけどすごく、う、目が痛い目が痛い、アイザックのクソったれ、さっきのやつがまた輸送ハブの方へ向かってる、やつらは進行所のもの何もかも破壊してるわ、ハブに向かえ、俺もできるだけ早く合流する、あれなんかタイミングが悪かったらしいですけど、あれ空気のあれがなくなってる、なんだろう、どこに行けば、あ、帰ればいいのか、帰りまーす、よっと、あれどこだっけ、ここか、あったあったあった、帰ろう帰ろう、というか時間が結構いい感じだ、いい感じの時間になってる、というか少し長めになってるかもしれない、よいしょ、あーやっと抜けた、無重力空間から退出しました、はい、分断される前に行政区画へ渡らないと、でもそっからじゃ間に合わない、アルビーゼア、アルビーゼア、不安定性を検出、緊急排出システムを初期化しています、なんのこっちゃ、え、何今なんで下向いたの、出てくんの、なんかここから、やばい、弾が意外と全部ないぞ、いや、セーブステーションじゃなくて目標、え、何もしかしてここ出るのか、ここから、あれ違うか、あ、なんかある、アンロック、え、どうするつもり、う、何ジェットコースター、うわ、おお、どうしたい、やばい、これまた避けるアクションだ、当たったら死ぬんでしょ、知ってる、このアクション怖いからやめてほしい、やばい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 、わわ、あれ読めない、あれ動き読めないよ、あれ動き読めない見えないもんだって、間抜けるのか、一発だかやりそうだったのにな、またやんの、よいしょ、こういうね、もう FPS だけじゃないね、 FPS じゃないや、これ TPS だ、わお、 TPS じゃないだけのアクションを入れてくるところがさすがというか、どれぐらいこれ制御効くんだ、これっていうか左右だけ、そうだよね、左右、あ、下にも行け、一応いける、どうなってるこれ、あ、 OKOKOK、 抜けれた抜けれた、嘘でしょ嘘でしょ、どうなってる、え、これ何、いやいやいや、ちょっと待って今の何もうやだ、もうやだよ、早送りとかカットとかするのやだよ、でスイッチポン、アイザック射出、あ、なんだこれ、なんかダッシュみたいにできる、抜けろ、うわうわ、危ない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 、ダッシュなんかしても意味なくないこれ、あーもう怖い怖い、これどうすんだこれ、どっから抜けんのこれ、あ、ここかここか、ここなのか、抜けた抜けた、まだまだ、よしよし、ゴールっぽい、入れるか、よいしょ、わわわわわ、うおー、すごい、これアイアンマンみたい、今アイアンマンみたいな感じになってた、よくそんな肩回すだけで済むな、ここどこだ、セーブポイントもどこだ、
ヘルスパック中型ゲット、やったね。パルスラウンドっていうのがすごい、声がすごいよ。パルスラウンド今どこだ、出てすぐのとこよ、急いで。あれ何、あストアがある、やったね。これ今回長くなるな、多分なんかちょっとイベントっぽいことありそうだし、この辺売っといて。これなんだ、あ火炎燃料とかも別にいらないです、持ってないのでその武器。よいしょ、ノード買っといて、プラズマカッターの弾とパルスラウンド適当に買って、あとはヘルスパックを小型をね3つぐらい買って、まあこんなもんで、あ3つも買う必要なかったかな、まあいいや、あって困るもんじゃないし。あセーブステーションもある、よかった、よいしょ。はい、ということでね、ちょっといいところですけども、時間の方もあれなのでってなんだろう、結局ね、あの動画の時間はまあ17分とか18分ぐらいにしとこうかなと思います、一つね。はい、ということでね、何してんのこの人ということで、今回も見てくれてありがとうございました。はい、ではまた次も見ていただけると嬉しいです。はい、いいところですか、この辺で。はい、ではまた。